皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村です。平山です。そんなわけで、にゃんこ大戦争やってまいりました。どうしよう。いいですね。漫画プロジェクトで連載中の謎うさぎとコラボ。すげえ。謎うさぎの主人公海谷王道さんなのかな。キャラがもらえるということで。おお。やってみましょう。ゲームスタート。確かになんか似てるシルエットが。ほら、あの猫やられてた。かわいい。いきますよ。まず最初はチュートリアルだと思うので進めていきます、はい、シンプルでいいね。いきなりゲーム開始だ。キャラクターについてこのアイコンをタップすればキャラクターが生産される、うん、はい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 。画面の上のお金が必要でお金が貯まったら生産できると、はいはいはい、時間ごとで大手でお金が貯まっていくのね、うん、おい OK。 あ、来ましたね。いきます。50円でまず1回作れると。えい、このこのかわいい。やっぱいいよな。かわいい。すげえ出方もかわいかったよな。ああ、いい戦い方だ。あ、また出せる。あ、意外と左下のボタンを押すとお金のも増えるスピードがアップ。ほう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 。この左下のやつはキャラが出てくるわけではないのね。はいはい。スピードが上がってるんですかね。なるほどなるほど。それをこう何交互にやりながらスピードも早めつつキャラもこう出していくみたいな、そういう感じ。なんかどっちを先に優先するかとかを考えんとなんかあかんよね。ゲームの進行に関して戦略的なんですね。あ、おお、指で画面スライドすると敵の城が出てきた。なるほど。いいなこれ。いいな。平和な世界観。お、下のボタンを押すとお城からレーザーが出ると、うん、レーザーはお城アイコンの位置まで届くと射程内に敵を集めて一気に倒そう。ほうほう。ここまで届くと、はいはい、全然敵来ねえ。先行きすぎたんですね。そうだね、前のめりになりすぎた。出しすぎたんだね、うん、ちょっと待とう。待ちましょう。キャラを一切生成せずに待とう。あ、もう敵の城攻撃始めてる。やばい、減ってますよだんだん。発射していい？いきますか。誰にも当たんない感じですかそれ。でもこれ下手したら勝っちゃうぞ。出してきますよ。あ、死んだ死んだ死んだ。発射。いった。おお。なるほどね。そこ集めておけば全部に当たっていくという。あのレーザーはもう巨神兵並みの。この攻撃か攻撃の仕方とはなんか打って変わって怖いやつが出てきました。噛んでるだけそれで。あ、本当だ、ガブガブしてる。かわいいな。意外となかなか敵落ちないんだな。確かに。もっと簡単に城までボーンっていっちゃうぐらいなんだと勝手に思ってましたね、私は。意外としぶといですね。うん、意外としぶとい、うん、敵のあのお城の上に1000分の今880ってある、あれがゼロになると勝ちなのかな、うん、おー、すごいすごいすごい。徐々に入ってます。もっとたくさんにゃんこを作りたい。重なっちゃってる。発射。これどん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 生成スピードも上がってるっぽいね、うんうん、次のにゃんこを出動するまでの。確かに重なり方やばい。重な、すげえ重なっちゃって。何にも奥行きが見えない。何体いるんだって。おお、勝った、完全勝利、はい、最高のカステラをゲット。最高。各地に眠るお宝を集めて強力な特殊効果を発動させる、うん、ほう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 。アイテムショップが開放。はい、そんなわけで猫基地にやってまいりました、うん、1個前の動画で漫画の方謎解き謎出てたと思うんですけれども、再びこちらで謎を見せましょう。ドドン。この謎です。この謎を解けばもらえるキャラが、うん、ってことなのですけれども、はい、動画では答えをお見せしません。ぜひとも皆さんでやってみてください、はい、今からちょっとモザイクかかりながらちょっと解いちゃいたいと思います、うん、あ、なるほどなるほど。モザイクかかってるけど今モザイク中です。モ今モザイク中です。おお、急に来た。急に来たな。エクストラキャラクター謎うさぎゲット。すごい。パワーアップ画面から取得可能です。おほう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 。びっくりした、突然のことで。びっくり、すげえ。キャラクターゲットしますよ。はい。必要経験値ゼロ、うん、
なんてお得なんだ。キャラクター取得。あ、キャラクター編成が登場しました、はい、編成画面でキャラを選択することで戦闘に出陣できるようになります。いいですね。編成画面、うん、キャラクター編成、画面下から出陣させたいキャラを長押しで選んでそのまま画面上の出陣スロットへ移動、うん、はい、いるんでしょうか。おお、おお、え、ようやけもすんのこいつ。意外と高くね。意外と高い、意外と高い。もうちょっと進めるとね、使いやすくなるかもしれないですね。じゃあ早速、じゃあ、うん、戦闘開始しますね。行きましょう。どんな感じで出てくるのか気になりますけどね。アイテムの使用方法、購入したアイテムを使いたいときは下のアイテムアイコンを選択するのだ。 OK、 長崎をクリアしました。佐賀、佐賀、SAGA 懐かしい、佐賀。戦闘開始。400円か、高えな。なんか何、あのおばあちゃん何なんかいるし。400円だから、うん、相当そのなんだ、左下のあれでレベル上げないと、うん、確かにそうですね。スピード上げてかなと、順番とか考えんとあかんな。むずいな。出してなんとか。うわ、敵ヘビ出てきた。これ大丈夫かな。勝てるかな。このキャラとかもなんかレベル上げれたりとかするわけでしょ今のところ。あ、死んだ。もう1体死んじゃったぞ。これあんまりよろしくなくねえか。あ、もう死んだ。2体死んだ。やばい、頑張れ。え、あれ、レーザー撃ってやりますよ。さっきの巨神兵レーザー。いいですね、半分より生きてますから。いくぞ、いけ、レーザー発射。おお、お、強い、え、強い。2体お亡くなりになります。よし、次に120円の方、はい、こっち行きます。はい、レベル上げてきます。レベル上げます。で、まだ250円。あのおばちゃんは佐賀のなんなんや一体です。あの敵の陣地のおばちゃんは、ちょっとよくわかんない。メガネ、メガネはかけてる、ね、あれ注射針かなんかかって一瞬思ったら違うな、縫い物してるんだな。あ、なんかボロボロの服を着てますね。ボロボロ。佐賀ってなんだ。あんま関係ないかもしれないですね、佐賀がね。佐賀関係ないのかな。佐賀といえばね、有田焼き。有田焼き、はい。わー、400円遠い。遠い。やっぱ最初にね、戻っちゃうからね、お金がね、使っちゃうと。これ、だいぶ強くないとお話にならないですよ、あれ。地道に戦ってる一体が。えい、400円。あ、もう今、敵攻め放題ですよ。そういう戦略。もう 1,2 体出したら、あ、もうちょっと敵を自分に寄せて、そうですね、もうちょっと手前に発射したい、はい、ミサイルを。よし、全員入ったら行くぞ。全員入った、発射。よし、あ、素晴らしい。 お強い。これはついに海や王道出陣の時がついに来るか。400円の、400円高いよ。始めたばっかりからすると高いよ。ドン、でかでか、めっちゃ歩いてる。サイズ感おかしいだろ。え、どんぐらい強いのこれ。待って、二足歩行怖い。あー、なるほど。ズーム、お、強い、強い、強い。スピードはこうゆっくりだけども、1回のこの打撃のダメージが強い。一撃ではないな、一撃、2回ぐらい。あ、でもなんか合ってる雰囲気。てか、すごいね。なんか、違和感がない。違和感ない。色味がね、ちょっと。そっかそっか、増やせんのか。これめっちゃいたら怖いな。実際にあの漫画の中でも、あの看板で敵殴りますからね。目が怖すぎる。あれ？いいですか？あ、まだか。え、強いぞ、強いぞ。え、いいんじゃないですか？ウサギだけで勝てそうだぞ。うん、でけえな、その石だもん。素晴らしい。素晴らしい。怖いんだよな。え、皆さんぜひともあのにゃんこ大戦争遊んだことがない方は使ってみてください、うん、ちょっと400円でコスパ的に、うん、多分もうちょっと進めて、もうちょっとキャラが何体かある中での、そうですね、ね、登場なんでしょうけどね、うん、本来は。あ、いいですよ。いいね。え、でも人殴りあたり、うん、
ヘビ邪魔、ヘビ邪魔、ヘビ邪魔。今ヘビちゃって、ヘビ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 邪魔。ヘビちゃって。え、4体目。すごい。すごいよ。全部海や王道さんだらけ。なかなかシュール。なかなか結構シュール。あ、一撃で80ぐらいあって、すげえ早っすげえ素晴らしい。粗悪なムツゴロウ。ムツゴロウ、粗悪なムツゴロウ一体 何をゲットできたんだ。私ゲットしたぞ。すごいな。もうちょっと行きたいですね。パワーアップやってみましょう、うん、うん、新キャラクター経験値500でゲット、うん、ゲットしてみていいですか。行きましょう。キャラクター取得。おー、タンク猫。なんかでかそうなイメージですね。タンク猫。おお、こんなにユニットがたくさんあるんだ、はあはあはあ、で、この EX キャラクター神様。やばい、強、神様強そうかえ、イラストも世界観が全然違うんだけど。どういうこと、どういうことや。あれも結構なんだ、コラボ系だな。あ、多分漫画だよね。あ、漫画な、漫画じゃないのかな。ああいう神様なんか漫画でいたよね、確かどっかに。何これ、仕事効率とかよくわかんねえな。まだわかんねえな、うん、このこれもいいですか。はい、攻撃力が。これってキャラなのかな、出陣してくれるキャラなのかな。これでも攻撃力だから、あのスキル、スキルが強くなるみたいな、そういう感じじゃないですかね。ほら、距離が広くなるとかあ、このタンク猫に付随してんのかな。いや、わかんねえなまだ謎が多い。だん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 進めていきましょう。そうですね、序盤ですから。猫レベル上げました、はい、さらにレベル上げる。お、で、タンク猫レベル上げよう。で、経験値がゼロになった。お、この経験値はステージクリアでもらえるのかな、うん、もらってましたね、さっきね。で、キャラクター編成でちょっと、よいしょ、海谷さんを、はい、君こっち、あれ、ちくしょう。タンク猫ここ行って、おお、自動でスライドしてくれた、いい、ね、便利。戦闘開始。はい。多分下に行くんだ、鹿児島。いい BGM、いい戦闘開始の BGM。音がいい。あれ、遠い。まあ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 。さつまいもや。まあわかるけど、わかるけど。お、画面をこうすると。ああ、いいですね。おお、広い、すごい、いい。全体を見渡せる。結構距離ありますね、これね。ね、ね、さっきと比べてもだいぶ、うん、この中でその2体目であるタンクとかもガンガン出してえな。そうですね。これどう、センスが問われるね順番をどう考えるべきかっていう。どれをどう生産するかっていう。だって敵の数だいぶ多いぞ、今結構出てきますよ。まだ作れないのかい、この子は。あ、100円ないんだ、まだ。よいしょ、猫タンク。あ、イメージしてたのと違うちょっと違うあ、なるほどね、縦に長い感じで思ってたのはもうちょっとこうズームにびっくりした。そうですね、もうちょっと横にこう長い感じがあるのか、うん、縦にタンク的な感じなの。結構予想と違ったタンク面白いな。かわいいな、みんな。あ、え、見てください、タンク、はい、頭突きしてますあ、撃つんじゃないの、なんか弾を。あ、タンク頭でいってるんだ。結構予想をいろいろと覆してくるな。動きが面白いですね。あ、さっききっとパワーアップしたからもうだいぶ強いんだ、うん、あ、なるほど、強くなったんだ、きっと。ウサギの出番ねえなこのまま、あ、だってもういってますよ、さつまいも。うん、ね、こいつは強えわそのままクリアしちゃえ。いいぞいいぞあ、死んだ、タンクが死んだ。驚き方面白い。かわいいね、どのキャラも。癒されますね、すげー。戦ってるのに幸せな気持ちになる。でも鹿児島がさつまいもでさ、ちょっとほっこりするじゃないですか、はい、ますます佐賀のあれ何だったのあれ、確かに確かに確かに、あれ何だったんだあれ何だったんですかね、
なんだあのおばあちゃん。モチーフにしてるんですよね、きっとね。きっと県民性なり、何らかこうだよね。なんか関わりがある。あ、もういけそうですね。勝つ、クリア。ウサギ出番なし。最高のさつまいもゲット。経験値1600だ、結構でかい。あ、待って、最高のさつまいもってことは、さっき あそこに乗っかってるやつがアイテムとしてゲットできるじゃないですか。だからさっきムツゴロウって書いてたから、あれムツゴロウのやつだ。ムツゴロウって多分書いてありましたよ。でも失礼やで。粗悪なムツゴロウ、粗悪なムツゴロウって書いてあったもん。あ、そうかもしれない、もしかしたら。だって人だし。あ、新たなキャラクターが出現。嘘でしょ。いやでもさつまいもだってもう上にあるやつ。あ、バトル猫なんか強そうな見た目してますね。2000まだ足んねえな、うん、次が熊本県いきますね、熊本、うん、いい BGM だ。あ、わ、うん、かった。次、さっきの粗悪なムツゴロウについての謎を次解こう、解き明かそう。私わかった、うん、嘘、わかった。今のタイミングで分かった、うん、今分かった。ブリちゃん、今度何だと思う、ゲットできるもの。え、熊本だよ。何、画面にヒントあります？うん、ほら、え、館的のあれ何え、私もね、ズバリクリア報酬分かっちゃった。クリアのその報酬というか、ゲットできるアイテム分かっちゃった。何だろう、ズバリ言っていい？言ってみましょう。麻生さん。なるほど、絶対あそこ間違いない。山がゲットできるみたいな。なるほどね。熊本は阿蘇ですよ。なるほど。あ、なんかちっこいの走ってきた。え、人だ。人が走ってきた。急に人来たけど、強いのかな。これも攻撃。あ、なるほどなるほど。よくわかんねえ、強いのかどうか。ちっちゃくこうパラパラパラってやる。トン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 、かわいい。猫じゃないけど。猫ではない。まあそれ言うと蛇もいるし、犬もいるからね。あ、そうか、もともと犬から。これ序盤だからね、やっぱり金庫を一定貯めて。ああ、結構攻め込まれてるんだ今。結構近いっすよ。もうあれですよ、撃ちますよ、必殺技レーザーを。発射。強い。うわ、めっちゃ強いレーザー来ましたよ、うん、久しぶりにあのウサギを出せますよ。あのウサギ、あ、ついに出ますか。うー、耐えるか、ウサギまで耐えるか。結構長いぞ。うー、我慢できない。あー、ダメだ、我慢できなかった。タンク先で結構、まあ、量来てます、ね、しかも結構敵もね、うん、強いぞ。あ、徐々にね。なんかいい、なんかこうゲームバランスですね、うん、余裕でこうやれるわけでもない、うんうんうん、行きます。行きましょう。パズドでかいよ。ゆっくりなんだよな、歩いてくのが。すごいゆっくり動いてる。しかもなんかさ、レモネードの看板があそこだけこうカラーじゃないですか。はいはい。今のところカラーのキャラっていないからね。あ、確かに。あ、耳もピンクだ。確かに。結構贅沢しよう。贅沢しよう。すげえな、存在感やべえな。シュールですね。超シュール。しかもなんかリアルに強そうだよな。強そう。さあ、もう勝ちでしょう、うん、あれ、マックス一番左下、レベル8。あ、本当だ。もう金庫の容量、現時点におけるマックスなのかな、うん、今の私のそのなんかランクとかわかんないけど。なるほど。じゃあ、あとは生産していくだけです。あ、そうですね。いた。これ一瞬で落ちるでしょう、阿蘇山。阿蘇山。あ、いいですね。え、ブリちゃん何だと思うんですか。私は阿蘇山ですけど。え、なんか海系温泉。海じゃないでしょ。海っぽいですよ。割れの時絶対海じゃないでしょ。熊本最瞬間制約このモルンリンクは熊本。すごい、会社名。さあ、なんだ。当てるゲームになってきた。あれ、オッケー。熊本
あれあれあれせっかく当てるゲームしてた、ね、あーゲットできなかったんだ宝。あなるほど、あ確かに出なかったさっき。でブリちゃんいいですか、何ですか、ここの宝が金で佐賀が銅なんです、はい、はいはい宝マークが、はい、これ、うん、この宝が粗悪なムツゴロウだったのはこれが銅だからですよ。ああなるほど、きっと金の宝をゲットしてたら、うん、これ粗悪じゃなくて、うん、なんだろうな、そのなんか元気のいいとか若々しいとかそれ系のムツゴロウさんが、綺麗なムツゴロウさんとかがそれがゲットできてたはずですよ。なるほど、あー阿蘇山欲しかったな。何阿蘇山欲しかった、阿蘇山。ちなみにですね、うん、本日動画はこれぐらいにしとこうと思ってるんですけれども、次回も続きます、はい、で次回この九州をまずクリアしたいと思うんですけれども、九州クリアするとそのまま日本制覇するというのと同時に別でエクストラステージっていうところで遊べるようになるらしいんですよ。でなんとエクストラステージではこの謎うさぎ、キャラクター編成からもう一回見せましょうか、このエクストラキャラクターこれですね、この謎うさぎのコラボステージが出てくる。へえ。でそっちもですね、なかなかなこう歯応えらしいんですよ。あそうなんだ、キャラだけじゃなくてステージもあるんですね。はい、素晴らしい。そちらをですね、まあ次回すぐできるかどうかわかんないですけど、1週間ぐらいかけてクリアしていきたいと思います。はい、あと日本も制覇していきたいと思います。そうですね、そんなわけで本日の動画以上でございます。にゃんこ大戦争、ダウンロードリンク概要欄に入れておきます。あと今回にゃんこ大戦争の中にキャラとして登場した謎うさぎさん、あの漫画が読める、漫画プロジェクトというアプリのダウンロードリンクも概要欄に入れておきます。ぜひとも両方とも楽しんでくださいませ。本日は以上です。さよなら、さよなら。かくな